こんにちは、この度、監督を就任しました陽子です。はじめまして、この度はですね、本当に、様々なエリアから、本当に様々な子たちが、この徳島の地に、集まってきてくれて、まだね、実際に見てることはまだできてないんですけれども、これから、キャンプ、2月と、ずっと、見て一人一人を、どのように、ね、次のステップとかにしていけるかっていうような、思いで楽しみにしておりますので、皆さん選手一同頑張ってください。よろしくお願いします。皆様こんにちは、野手コーチの、熊井と申します。去年と、2年目になりますが、まず、代表もおっしゃられましたが、いい男前が揃ったチームだと思います。その中でもすごく、有望な選手たちがいますので、ぜひ球場に来て、見て、感動してもらって、また楽しんでいただければと思いますので、去年は木下、福永が行きました。今年はこの中から、行けるように精一杯頑張りたいと思いますので、皆様の熱い応援が本当に本当に大事だと思います。なので来てください。以上です。伊藤翔選手お願いいたします。声大きくな、声大きくね。じゃあ、福島から来ました福島県愛高校出身伊藤翔です。ストレート変化球のキレ、そしてフィールディングが自分の持ち味だと思ってます。抱負は、一日でも早くチームの雰囲気になれ、そして勝利に貢献できるようなピッチングができるように頑張ります。そして、昨年プロに入った木下さん、福永さんに少しでも近づけるように頑張ります。よろしくお願いします。皆様こんにちは、埼玉県から来ました東洋大学出身久保誠也です。ポジションは外野手です。僕の持ち味はバッティングなので、1試合でも多く打点を稼いで勝利に貢献できるように頑張ります。そして目標である NPB に入り、そこで活躍できる選手になるために、徳島の皆さんに僕のプレーを見ていただきたいので、ぜひ足を運んで応援してください。よろしくお願いします。こんにちは、神奈川県から来ました青山学院大学出身杉内明です。自分のセールスポイントは、バッターを見ながらしっかりピッチングが自分のピッチングができるところと、ここ一番での集中力が自分の武器だと思っています。今年の抱負は陽子監督を必ず優勝監督にできるように、そのためにも自分がしっかり結果を出して、で今年のドラフトに指名されて必ずMVP の世界で活躍できる選手になりたいと思いますので、皆様に応援していただける選手になりますので、よろしくお願いします。福岡の日本経済大学から来ました杉下圭です。出身は鹿児島です。ポジションは内野を守っています。自分のセールスポイントはバッティングなので、少しでもチームに貢献できるように頑張りたいと思います。そして1年目でプロへ入団できるよう、新進新進を大切に過ごしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。外野手の入団、三國一馬選手お願いいたします。皆さんこんにちは、千葉から来ました木更津総合高校出身の三國一馬と申します。自分の長所は全部ですね、でも強いというのはメンタルが強いところ、見に来てください試合で全部見せる、応援よろしくお願いします。メンタルの強さが全面に見えるような声でしたね。こんにちは、BBC スカイホークスから入団してきた山下俊一です。出身は東京都です。自分のセールスポイントはランナーをさせる肩だと思うので、そこをしっかり見ていただきたいです。今年は1年目ということで、若さをアピールして元気にプレーしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、
神奈川県から来ました伊藤杉です。エマロン BTC 戸塚というチームでやっていました。自分の長所は、人柄の良さなので、試合でも人柄の良さを出し、いいプレーをして、チームに貢献できるよう頑張ります。今年の目標はまずは、怪我なく1年過ごせるよう、いい体を作って頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。シュミナ選手の中田哉です。千葉県から参りました。出身チームは埼玉県の新葉という社会人クラブチームです。アピールポイントは、キレのあるストレートと多彩な変化球を使ってコントロールよくテンポよく抑えていくことが私のアピールポイントです。抱負としては、リーグ優勝、そして日本一、そのチームに貢献して、チーム勝利に一つでも貢献していけるよう頑張ります。その先にあるプロ野球という世界へ少しでも近づけるように頑張っていきます。皆様に早く顔と名前を覚えていただき、応援していただけるような選手になりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんにちは。神奈川県白山高校が来ました森田久斗です。今回自分は練習生ということなので、一番下からのスタートなので、やっぱり先輩からは学ぶものしかないと思っています。まあ、上に上がることしか自分はないので、やっぱりこの徳島はインディゴソックスに必要となる選手になるために、一刻も早く自分磨きをして頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。北海道の旭川大学から来ました伊藤優也です。ポジションはキャッチャーを打っています。自分のセールスポイントは肩の強さだと思っています。今年の抱負は、一度は野球の道を諦めましたが、この徳島インディゴソックスというチームに取っていただいたので、その感謝の気持ちを前面に出して NPB という世界に入っているか、 NPB という世界に入れるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは。東亜大学から来ました、山川一馬です。出身は山口県です。自分のセールスポイントはメンタルの強さだと思うので、ここ一番勝負強いバッティングができるように頑張っていきたいです。自分も練習生からということで、もう下がることはないと思うので、上がるだけだと思うので、しっかりと上を目指して一日でも早く、戦力として見られるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。